ドイツ与党、衆議会選大敗メルケル首相に2だという、ね、このニュースで後半うりりままりしょう、あのーまあ、これは、ね、そのもうすでに火曜日にも、ね、<っ>あのちょっと話題になりましたけれどもやっぱりメルケルさんの特に2015年の難民の受け入れもうほぼだから無制限に受け入れるといった、はい、これがやっぱ尾を引いてますよね。えー もともと今あの、原稿の中にもあったんですけどこの緑の党というのは結構強いんですよ、このバイエルン州周辺ではね。私は、ね、ミュンヘンに、ね、結構友人がいるんですけれどもあの辺りはやっぱりあの緑の党なんかは結構強くて<ー>でこうしたその左派的な人たちが、えー、あのドイツにおいては割合にその国際的な人権問題なんかにもかなり発言してましてですね<ー>発言とか活動してまして、はい、あの日本の左派とそこ違うんですけれども。 哎。<Okay. S 2> okay. 例えば、まあ、私、結構関わってきたことだとチベット問題とか<ー>ウイグル問題とか、えー、こういうのを積極的に地方議会でも応援しているのは案外、緑の党の議員さんだったりするんですね。ね、えー、ですから、再々、まあまあね、この番組でも名前出てますけど今、ミュンヘンを本拠地に活動している世界ウイグル会議の,、えー、あの総裁のドルク・エイセさんなんかも、えー、あのとても仲のいい議員とかいうと結構、緑の党の議員だったりするんですよ。えー、でで彼らも日常のののいろんな自分たち国連での活動 あるいはその発表しなきゃいけないいろんな情報とかです、ねうん、そういうようなことをやっぱり地元の州議会に届けるじゃないですか、えー、その時にずいぶん発表の場とか、うん、あそういうのを作ってくれるのはだいたい緑の党の議員の人が多いという,ふうに言っています。<ー>だけど政治的には、えー、このドイツ南部というのはもともとかなり保守的な土壌なんですよ。えー ね、それこそナチスもの南から出てきてるんでしょ、ナチスをその保守というかどうかはちょっと別ですよ、あ,のあれも、まあ、どちらかというとその国家社会主義みたいなものですけどただ、ミュンヘンという街を中心にドイツの南部って結構カソリックの人が多いんですよね。うん だからそのもともと地域に根付いたあのいわゆる固い保守みたいな人たちも多い地域なんですね。でそこでやっぱりメルケルさんが今回このかなり負けたというのは、うん、結構痛い部分があって何、うんはい、と言ったらいいんでしょうね、えっと、例えばベルリンなんかっていうのは外国人の割合あるいは移民の割合なんかもすごく多くて、えっと、全人口の。 えとドイツで全体で大体 25%4 分の1ぐらいのところを、うん、ベルリンは、えー、3割ぐらいが移民の背景を持つ人って言われてるんですね。うん、でそういうベルリンなんかと比べると、えー、まだまだ南の方というのはそ,のそれほどおまあなんていうかな。 流動性が高いわけじゃないっていうのかな有権者がつまり地元にきっちり根付いている人が多いところなんですでも外国人多いですよミュンヘンの駅周りなんかだってもほとんどトルコ系の人しか見えないぐらいな感じはあるんだけどでもやっぱり底堅くずっと地域に長く根付いている人たちもいるところなんですそこでやっぱり勝てないということになってくるとかなり厳しいですね。 でそのこ,ういこのメルケルさんが急に最近になってちょっと言う,うことが右前回してきていて、えー、でその難民申請を出したけれども許可されなかった人たちは中継地になったイタリアに返すとかって言って、えー、でイタリアの閣僚が何言ってんだ、えー、じゃあもう空港封閉鎖するとかね、えー、ドイツからの飛行機を降ろさないとか、えー、そんなようなことを言い始めている状況なんですけれども、えー、さて、ただメルケルさんというのは。 まあ、そうは言ったって十何年の間に今回最大の危機なんて言われてますけどね、うん、今までも何回か危機はありつつ、えー、やっぱ連立を組んできた、えー、そのたんびにねそういうその政局を乗り切る力みたいなものが非常に強い人なんで、えー、今回一体何をやらかすか分からないっていうところはあるわけですけれど。 ただ、この後もねやっぱり地方のいろんな選挙結構その厳しくなっていくんじゃないかということは言われていますからまあ例えばですけれどもあの今回、すごく脅威とされたねあのまあたまには極右なんて言われるけど実際、そんなに極右でもないけどドイツのための選択肢というね政党。 おメルケルサイドが取り込むんじゃないかとか<ー>、まあ、いろんなことが言われていますよね、えー、だからあの今後どうなるかっていうのはちょっと見えませんけれど<ー>でも、メルケルさんは急速に発言とかそういうものを修正していると。えーはいうん いうところではありますねですから私はね、やっぱりさっきの外国人労働者の問題などと合わせて考えると、安倍総理は先日、この虎ノ門ニュースご出演いただいたときにですね、まあ、メルケルさんとも、自分は間ちょっと休んでたけど、もう10年以上の付き合いになって、結構何でもお話しできるおっしゃってましたねって言ってましたでしょ、やっぱりメルケルさんのこのつまずきを、タザランの意思としてほしいですね。そそこはうですねねやっぱり 良、うん、くも悪くもね、うん、最も絶好のテストケースですもんね。だから、あまりにもその寛大というよりも、単なるその、まあ、無秩序、うん、無制限、はい、こういうことをやってしまうと、うん、その逆の側の極端な力というのが働いてきますよね、ねはーはーですから、普段は良識にあふれている日本国民やドイツ国民だって、えーうん、あんまりにも政府が何も考えてないんじゃないかということをやったらば。はーはー 逆のの思思いい強くなる当然だとますよですから極右勢力が台頭するなんていうのはそもそもはメルルケさんの責任ですよねただ2015年の時にここ微妙なんですけれども最初はメルケルさんのみんな寛大に受け入れようっていうのをドイツ人のほとんどが支持したんですよね。だけどいざ受け入れてみたらわあ大変だみたいな話になってきてっていうちょっと虫のいいところもあるけれど。 まあやっぱりその一般の人たちってのはそんなところもあるじゃないですか実際にその、まあ、困難に、ね、直面してみないと分からないというところもあるわけでだからそこを予見してね政治家がやっぱりいろんな手当をすべきなのに。その政治家が なんだかわからないけど自分がそのいい人になりたいがために、えー、適当なことを言ってしまうとね、はい、こういうことになってしまうとそういうことですね過去もね、うん、大きく残してしまいますよね、うん、はい、はい、ありがとうございました、はい